はい、今回もですね、誰やねんと、誰やねんを紹介しましょう。もうイタリア好きにしかわからないカードですよね。ソリアーノですよ。セアン・ソリアーノ。セアンでやってるのかな？シアン？セアンか。セアン・ソリアーノ。ペルージャの時のカードですね。もちろん俺は知らないです。知らないですけども、イタリア好きにはたまんないカードですね。なぜ彼を紹介するのか。ソリアーノといえば、誰が思いつく？こいつしかおらんか。ソリアーノ、そうか。ソリアーノってこれか。まあ彼はですね、まあもちろん現役的には知らないんですけども、現在ですね、ベローナってありますよね。今多分もう残留争いしてるのかな、セリアーノ。そのベローナのディレクター、ダイレクターをやってるんですね。まあ裏方ですね。この人でも、裏方がメインなのかな。大昔は監督やってたようなイメージが少しあるんですけど、ちょっとあんま記憶ないですね。はい。ベローナで、ダイレクターをやってると。まあ選手をね、獲得したりしないとか、まあその決めたりとか。まあでも今シーズンちょっとベローナ苦戦してますよね。やっぱ主力が一気に抜けたっていうのと、やっぱり監督のね、トゥドールか。あれが抜けたのがでかかったな。今ね、代わり勤めてるやつもちょっとパッとせえへんしね、名前も出てこへんやつやから。で、ベローナも多分、もうここ何試合かでね、監督が代わりそうな予感がするんで。ちょっと、まあ戦力的にな、ちょっときついよな。やっぱシメオネ抜けたでしょ、息子が。あと誰抜けたかな。キーパーも抜けたんやったかな。ちょっとね、こういうチームって結局、選手を売らないとチームが成り立っていかないんですけど、打ってね、すごい選手獲得できるわけじゃないんで、結局まあ安い選手を獲得してきて、まあその選手がまあヒットするかしないか、もうそれが全てなんで、でヒットしなかったらもうこうやってね、高額争いになってしまうっていうね、本当にもう生きるか死ぬかって戦いなんで、ギャンブルみたいなもんですよ、本当に。まあ残念ながら今シーズン、どうでしょう、セリエ B、降格じゃないですか。